せーのです、りょうかです。本日は男子が普段思っている女子への本音を見ていきたいと思います。以前インスタグラムのねストーリーにて男の子が普段女の子に思っている本音を募集しました。もうねめっちゃ来た。りょうかのフォロワーさん男の子少ないのね。だから心配だったけど。めっちゃもう愚痴混じりの本音が来たね参考にねさせてもらおうと思って今日はそれを見ていきたいと思います。それではよかったら最後まで見てください。レッツー本音。では一発目からすいません。いちいちうるさい例えばあれだよね、テストとかの時もなんかなんてなんてギャーとか、あともうなんか体育の時とかもギャーギャーしちゃうし、昼休みもお弁当中もギャーギャーしちゃう。ごめんでもね、女の子って基本ね、わちゃわちゃ楽しみたいのよ、やっぱり。だから、許してあげて教室のドアで集まるな。これは、あるあるよね。教室のドアで集まってちゃうのなんでなんだろうあれ。でもごめん教室のドアに集まるのは誰かをね見に来てると思うよ。これに関してはね、女子全員じゃないかもだけど、なんか誰々見、丸々くん見に行こうみたいなノリはワンチャンあるかも。でもね、男の子もねドアの前で結構うろちょろしてることあるでしょみんなすごい言いたいことあるみたい女の子にみんな髪型ハーフアップにしてくれって来てる。お、これハーフアップが好きみたいですよ。皆さん見てる女子の方、男の子ハーフアップ好きらしい。皆さんハーフアップやりましょう。すっぴん見られるの嫌がる人いるけど全然気にしないし、むしろ嬉しい。女子はすっぴん嫌なんだよ、見られるのが。まあ、全然嫌じゃない人もいると思うけど、大体みんな嫌がるよね。あ、でもあれだよ、多分ね、結構女の子はのすっぴんはレアというか、特別感があるらしいの。私はすっぴん抵抗あって見せられん。たくさん甘えてほしい。もうね、これね、女の子もね、甘えたいんよ。りょうかがよく女の子と喋るのは、甘えたくないみたいな。甘えたいような男の子にって。でも甘えれなくねみたいな。だけど自分も甘えたい気持ちはあるのよ、女の子には。だけど甘えたくても甘えられないのね、わかる。だからこれを見てる私と皆さん女の子甘えましょう。いっぱい時々いる集団が、軍団が怖い、めっちゃわかる。まあ、男の子そう比べたら確かに怖いっていう人たちいないかもしんない。そう考えたら確かに女子の方が怖いかもしんないね。 TikTok のダンス学校でもずっと踊ってる人めっちゃ嫌。ね、これは私が代表して言わせてもらうわ。許してくださいクラスとかでずっと踊ってたら男の子からしたらってなっちゃうかもしんないけど、 TikTok ってやっぱ女の子にとっては結構まあ楽しいのね。まあ、りょうかもずっと踊ってたらそりゃうるさいかもしれんわごめん興味ないなら最初からそっけない感じしてほしい。女の子ってさ、結構多いのよ、やっぱ男の子に優しく。でもそれ言ったら男の子もじゃんってこっちからなるのね、言ったら。でも男の子だってってなっちゃうんだけど、勘違いしちゃうんかな。難しいよねこれは。まあ思わせぶりすんな女子ってことでしょ、多分この方は。これだったら多分ちょっと興味ない割にめっちゃ優しいとか褒めてくれるとかそういうことなのかな。それはね、思わせぶりに入っちゃうかもしれんわ映画の URL だけ送ってくるのは一緒に行きたいってこと？はい。前髪やばいとか言ってるけど整ってなくても全然可愛い。皆さん聞きました？前髪整ってなくても可愛いって。もうちょっとグイグイでいいって。
もうちょっとグイグイいて、グイグイいてええで。男の子からして女の子ってマジで消極的に思われてるんだなって思った。グイグイ来ていいんだ。告白って男子からの方がいいの？うん、告白は女の子はされたいだよ。でもまあたまにねいるのは、まあ、自分も告白してみたい、やっぱり自分から気持ち伝えたいっていう子も結構いるけど、大抵は告白されたいね。しかもやっぱ LINE とか電話よりやっぱ直接好きな人に好きですとか言われたらもうさ、男子から行きましょう。なんで男子がいる時あんまり食べないの？女の子ね、男の子の前で大きい口開けてハンバーガーとかあんまり食べれないんだね。やっぱ気にしちゃうから。例えばよくあるのは、初デートの時にハンバーガーとか食べに行ったら大きい口開けれないから嫌ですみたいな子結構いるんだけど、そういうのがあるから男の子はそれを察してちょっといい食べやすいお店に行くとかしてあげた方がいいかも。でもりょうかはね、食べるの大好きだからね、めっちゃ食べるよーん。前髪ほうき。うちじゃん。いやーまあそうですね、前髪がほうきっていうのはまあ女、今やっぱ今結構まあ韓国から伝わってるのであると、やっぱシースルー前髪っていうのが結構流行ってまして、あの多少こうほうきになってしまうことはまあなきにしもあらず。変身遅いのやめろ。あの男の子も遅い時あります。変身遅いのは女の子はね、多分ね、あのもしかしたら駆け引きをしちゃってるかもしれないな。ボディータッチ多くてびっくり。ボディータッチする女子って結構まあ聞くじゃん、まあ結構聞くじゃん、女の子でさ、あの人ボディータッチ多くねみたいなさ聞くけどさ、まんざらでもないんじゃないの男の子。下ネタ振られた時なんて返せばいいかわからない。女の子から男の子に下ネタをあの言われ振られた時に男の子側が困るってことあるんですね。なんか下ネタの内容にもよるけど、なんか乗っちゃっていいと思いますね。女子って結局顔ですよね。人って外見から入る。男の子もそうでしょ、女の子もそうでしょ。最初はさ、中身なんてわかんないじゃん。顔見て、なんか男の子だったら可愛いなって思ってから、なんか中身知っていきたいなとかなるじゃん。顔から入るから、顔はもちろん大事なの、全然大事。あの顔より性格の方が重視しますってよく言うけど、まあ、そういう方もいるかもだけど、顔って全然大事よ。あの男の子も同じ意見だと思うんだけど、一応中身もちゃんと重視してるよっていうのを女子から女子代表であの言わせていただきます。待って、ボディータッチ最高ですって方いるんだけど、ちょっと待って、最高って方もいましたわ。まあほんと人それぞれですね、ボディータッチに関しては。いつもこっち見てるのバレてるよ。バレてた？バレてた？バレてんだ。女の子って結構あるあるない？こうやって歩いててみたいなあるのよね。あの悪口とかじゃないの。あ、今日バレてないのかなと思ってたね。りょうかは揺れるな。何が？生理の時に気づいてほしいなんて言うけど、全部なんて無理や。間違いない。あの女の子もすごい辛いんだけど、男の子も気づけないよね。そうだよね。どうしたら、言ってくれたらいいのかな。なんか言っていいのかな、じゃあ。でも気づける範囲でなんかちょっと気遣いとかしてあげたら、女の子は嬉しいんじゃないかなというふうに私は思います。なんかさ、相談教室みたいになってない？偽パン履くな。変態なの。理由は何かな。急に好きとか言ってくる。これ聞いたことあるんだけど、なんか付き合ってないのに好きとか。でもね、これもね、まあ、男の子もね、言うじゃん。でもちゃんとさ、なんか結構でもまんざらでもないみたいな男の子結構いいけど、本当に本音として嫌だっていう人結構いるんですね。これも甘えていいのかわからない。甘えてください。キューッ。ねえ、なんですごいこと書く、みんな。ご飯とか遊びの誘い方は本当は嫌？
え、でも嫌じゃないよ。女の子ご飯誘われたら嬉しいと思います。でもまあ好きな人に誘われたら嬉しいのかもしれない。好きなんじゃない人でも誘われたら全然嬉しいと思う。はい、てな感じで男の子から女の子に向けての本音でした。よく聞くものがまあ確かに多かったんだけど、男の子はこんな感じのことを女の子に思ってるみたいです。皆さんぜひなんか参考にしてもらえたらなって思います。本日の動画はここまでです。男の子ってこんなこと思ってたんだと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントもたくさん待ってますので、たくさん書いてくださると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。